ツヤツヤで真っ赤なイチゴが店頭に豊富に並ぶ時期になりました。せっかくなら美味しいもの食べたいですよね。そこで美味しいイチゴの見分け方をご紹介していきます。イチゴの場合はヘタが鮮度を判断するポイントになります。ヘタが反り返るくらい先端までピンと立っていて、緑が鮮やかで濃いものは鮮度が良い証拠です。ただ鮮度が良くてもヘタが果肉部分に比べて大きいものは栄養バランスがうまく調整できていない場合があるので避けた方が無難です。次にヘタの周囲を観察して完熟度合いを見ます。完熟したイチゴはヘタの付け根まで赤くなっています。またそのヘタの付け根から果肉の上部がふっくらと膨らんでいるものは完熟に近いことが多いです。ヘタ以外にも美味しさを見分けるために注意したいポイントがあります。イチゴは完熟すると粒々まで赤くなります。ですので粒々が白っぽい色よりも赤く色づいてきているものを選ぶと良いでしょう。その他赤い部分の表面に産毛が残っているもの、ツヤと張りがあるものは鮮度が良く美味しいです。こちらの記事はウェザーニュースのアプリお天気ニュースチャンネルからご覧いただくことができます。ご覧ください。